大きんどん。どうした、サトンシン。大きんどんは空を飛ぶって覚えれる？空を飛ぶ？いや、それは無理じゃ。あ、そっか。じゃあ滝登りは？滝登り？いや、無理じゃ。あー、そっか。じゃあ八重切りは？あー、サトンシン。何？大きんどん。わしを秘伝要員にすんのやめてくれん？え？わし、秘伝要員になりたくないんじゃ。空を飛ぶとか滝登りとか八重切りとか、秘伝技なんじゃ。その秘伝要員になりたくないんじゃ。え、ダメなの？大きんどん。ダメじゃ。秘伝要員だったら、ビーダルとかを捕まえて覚えさせておくれ。わしじゃないんじゃ、秘伝要員は。ビーダル？いや、いらないな。なんでじゃ。僕は、大きんどんと二人で、ポケモンマスターになるんだ。いや、無理なんじゃ。サトンシンよ。それずっと言ってるけども、大きんどんだけじゃポケモンマスターにはなれんのじゃ。え、どうして？人間だからじゃ。大きんどんが人間だからじゃ。ポケモンじゃないんじゃ。何度も言うとるけど。え、でも僕、ポケモンマスターになるんだよ。だったらポケモンを捕まえろ。わし一人だけ持って旅をしてても、いつまで経ってもポケモンマスターにはなれんのじゃ。早くそこに気づかんとダメなのじゃ。三頭身よ。今の現状、お前はポケモントレーナーにすら慣れておらんのじゃ。え、だったら僕は何なの？ただおじいちゃんと一緒に旅をしてる少年じゃ。わしらは、ただ旅行している二人組じゃ。違うよ。大きんどんは、ポンケモンだよ。違うんじゃ。でも今、ポンケモンの技、覚えてるじゃないか。岩砕きと、ロッククライムと、海域と、波乗りを、覚えてるじゃないか。頑張って覚えたんじゃ。わし、岩砕きを覚えろって言われた時、すごい練習したんじゃ。岩を砕く。ほんで、ロッククライムは、ロッククライム教室に通ったんじゃ。この長い練習期間を経て、技を覚えてるんじゃ。ポンケモンのように一瞬では覚えれないんじゃ。え？そんな。ほんで、すでにわし、秘伝要員だったんじゃ。秘伝技しか覚えてなかったんじゃ。そういや、やめておくれ、秘伝要員にすんの。お願い、大きんどん。空を飛ぶ、覚えてよ。空を飛ぶは絶対無理じゃ。練習とかじゃないんじゃ。ジャンプするだけになっちゃうんじゃ。そんな。僕、大きんどんと一緒に、ポンケモンマスターになるのが、夢なのに。夢？夢なのに。夢。そうじゃったな。サントンシンが、最初から持ってた夢。変わらぬ夢。これを叶えるために。大きんどん、覚える。空を飛ぶ、覚える。とはならないんじゃ。空を飛ぶだけは無理じゃ。三頭身、目覚ましてくれ。わしの背中に羽生えてないじゃろ。確かに、空を飛ぶは無理なのか。じゃあ、諦めるよ。あ、諦めなさい。じゃあ次の町まで、波乗りで行こう。あ、そうじゃな。波乗りだったらわしは覚えとる。さあ、わしがクロールするから、背中に乗りなさい。うん。おめでとう、おめでとう。チャンネル登録者、おめでとう。